はい、どうも、このシュクレです。ビルダーズですね。やっていきたいと思います。パート7ですかね、今回が。今回はロッシュ君のね、この、生意気なやつの話聞いたのかな。よいしょ、いろいろと物を作って順調そうじゃねえか。俺はな、これ以上街をでかくしたり、武器を作って、魔物に対抗したりするのは反対だ。おう、じゃあ出ていけ。だから、素材から物を作るってのは楽しくないわけじゃ、ないわけでもなくもね。素直じゃないな、こいつ、ほんまに。これが俗に言う、ツンデレか。出れてもないけど、一回も。ツンクソか、こいつ。ツンツンしたクソ野郎か。けど、今、この街にある作業部屋は地味すぎてなんとなくやる気が出ねえんだ。あそこはもっといい感じだったらやる気が起きそうな気もしなくもなくもねえ。やる、石の工房に革袋と壁掛け松明、それに、道具屋の壁掛けを置いていい感じに改良してくれよ。石の工房ってこれか。結構改造しろ言うな、あいつ。あいつほんま。クソやな、あいつほんま。クソ野郎やねん、こいつ。何だっけ？もう覚えてへんけど、松明と、道具屋の壁掛けな？これやろ？まず。コン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 。これと、なんて言うたっけ、あいつ。多分、あ、これ、壁掛け松明な。コン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 と。これと、あと何だっけな？あとな、あと何だっけな、あいつ。何言うたっけ？おい。なんやこれ。ほう。あ、革袋か。あった。もう持っとんやん、革袋。もうできたかな。クソ野郎やな、ほんまあいつ。そうこそうこそうこ。石炭、いらぬ。粘土、いらぬ。石垣もいらぬ。チタンもいらぬ。どうもいらんわ。よし。白い花びら。石材店もいらんな、別に。まずだね、何がいるのかなと思いきや、革袋、これがいる。で、壁掛け松明、これもいる。で、あと何だっけ、あ、動画の壁掛けあった。オッケー。これで終わりやん。ほほほほ。早い。早すぎる、俺は。すべてにおいて、俺は、ドン。早すぎるのだ。ドン。革袋も、ドン。石の本格工房。おー、すごい。500ポイント。装備がやや壊れにくくなる？ええやん。ふぅ、いいね。やってやったぞ、俺は。どうだ、ロッシー。悪くねえな。おう、作業部屋の火力終わったんだな。なかなか良さそうだ。これなら前よりいい感じの道具が作れそうだぜ。ひょっとしたら、ロとカナダ語をまとめてここに置いてみていいかもしれないな。まあ、それよりもただ、それよりもだ光る。くどいだが何でも言うぜ。確かに道具ってのは便利だし、仲間と暮らすのは楽しく、なくもねえ。だから、ほどほどにしとかねえと、魔物に目をつけられて必ず潰されちまう。ロロンのいくらその外残されても、これ以上街をでかくするのでやめた方がいい。街を発展させすぎると、あの化け物は必ずやってくるんだ。おい、前触れか？その昔、メルキドの街を滅ぼした巨大なゴーレムがな。うわぁ、もうこれ伏線やんか、これ完全に。伏線っていうか、まあ伏線っていうほど伏線でもないけど。ゴーレムの前兆やないか。悪くねえな。で、次は？ロロンのおっさんどこ行った、あいつ。あ、次も、衣装ケースしかない。つうことはだ。ボロキレを手に入れないといけない。で、ボロキレの入手方法を俺見たんですけど、まあ、クエストの報酬でゲットできる以外では、骸骨が落とすと、いう、話があるとかなんとかないとかあるとか。ということで、動画としては全く面白くないかもしれないんですけど、ボロキレを探しに行くというね。まあ、ここね、カットしてもよかったんですけど、まあ、同じように悩む人もいると思うんでね。もう、俺はやろうかなと、思ってますけど。まあ、骸骨触りは探すか。そう、ボロ切れがない。先に進めない。どうしましょう。ボロ切れがない。先に進めない。いやー、どこにあるんかな。ちょ、待って、なんかないんここ、ほんまに。レシピにさ、レシピにありそうなもんやんか、ボロ切れとかさ。
だから作ってない作ってみるっていう手はあるよな。一回も作ってないやつ。こんなんでも絶対ボロ系にならへんもんな。ボロの服？ボロの服。ちょっとね、これ、ボロ切れ、ゲットしました。なんかね、その、骸骨を、普通に剣で倒したら何も落ちないんですけど、これハンマーで倒した時は、なんかドロップするんですよね。で、さっきね、いろいろもう、めっちゃ探したんですよね、もう。でも、あんま乗ってなくて、インターネット調べても。あれ、落ちんかった。あれ？ハンマーやから落ちるわけじゃないんか、これ。もうランダムなんか、完全にこれ。ランダムみたいですね。だから何倒しても関係ないから。骸骨が落としましたよ、こいつ。こいつ。こいつがね、落とすんですよ。落ちた、ほら！でもなんかハンマーで出した方が落とすようなイメージがあるな、俺的に。気のせいかもしれん。でもちょっとボロ切れ困った人は骸骨で落ちます。ネットで調べても、ね、出なかったんですよね、まだやっぱり。情報が出回ってないんで。で、まあまあいろいろね探して、30分くらいこれ探してましたからね、俺。で、やっぱりこれ骸骨かなっていうのがあったんで、骸骨行ったら落としました、普通一発で。ほら、あ、来た！あ、来た！普通にゲットした3個。やっぱね、ハンマーの方が多分落ちやすい。のかわかんないですけど、剣で倒した時はね、全然落ちないんですけど、ハンマーの時は、骨かこの、ボロ切れ、ドロップするんで、ドロップしやすいんかもしれないですね、もしかしたらこれ。もうよくわかんないです。真実はね。闇に葬られてます、真実は。まあまあ、とりあえずこいつをね、ハンマーどつ出れば手に入ります、ほら。めっちゃ手に入る、逆に。なんでこんな手に入るんだぐらい。もう自分でも笑いたくなってまうぐらい、はははは言うて、言うぐらい手に入ってまう。というわけで、ゲットしたんで、次行きましょう。ちょっとね、ここ長くなったんですけど、まあ早送りしてるんで、そんなに、多分長く感じなかったと思います。まあ、わかんないですけどね。よっしゃー、行きますか、じゃあ。いやー。まさかこんなパート、もう7ぐらいで積んだか思ったで、わしは。もう旅人の服にボロ切れ使ってもだから積んでもたか思ったわ、ほんま。骸骨しか落とせんのがちょっと怖いよな。マジで。しかもたまーにしか落とせんから。レアドロップっていうあたりがまた、怖い。よっしゃ、作るぞ！俺は作るんだ石のクローゼットじゃー、ドドドン、めっちゃでかいぞ。多分、絶対でかい、これ。衣装部屋作ったぞ、つく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 ったぞ。よっしゃー、行きます、ドーン、クローゼット椅子ちょっと邪魔。椅子絶対ここじゃなーい。ここじゃなーい。ここでしょ。でも、椅子とクローゼットこんなとこ置いてておかしいよな。椅子どういうとこに置くんやろ。まあいいわ、まあ、とりあえず土で囲みますか。ほら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 、せっせっせっせ、よしよしよし、よし、これぐらいかな。まあこれぐらいでしょう。でちょっとこっち壁ちょっと次あれ寄りにします。左寄りにします。よしさ、左寄りに壁作りまーす。よいしょ。で扉つけて、まあってことは、椅子もこの辺かな？わからんけど、とりあえずこの辺、戻ったれ。石のクローゼットはね、入ってこっち側かな？なんとなく。よいしょ。まあ、わからんけど、これでいいか。よし、これで、扉作ろう。扉作りまーす。持ってさいけな、扉。まあ、いいわ、作ったれ。扉、扉、扉。コン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 。よし。大きい屋の部屋が欲しいのか？作ってやろう、俺が。待ってろ。待ってろ。待ってろ、ピリン。何が足りんやと。おい。あと何だっけ？うん。うん。うん。え、これでんちゃん。石のクローゼット、椅子が2つある。部屋。え？椅子じゃないあれ。待って。椅子って普通の椅子があるってこと？え、これだっとるよな、多分。まあ、じゃあ、焚き火が足りんってこと？焚き火置いてみるか、じゃあ。焚き火置くか、じゃあ。焚き火が足りんのかも、もしかしたら。もうわからんけど。部屋として認識されてないが、焚き火があれば部屋として認識されるから、焚き火が足りんのかもしれん。もしかしたら。おお、来た！できた、相性部屋！やったー、衣装部屋でーす。お、今日はレベル3、
イエーイ、やったー、クリアしたよかったー、走るな走るな。うわー、ありがとう。お着替えできる衣装部屋が完成したんだね。ロランドもロッシュもケッパーもここに来てからずっと同じ服着てるでしょ。汚いな、確かに。すれ違うたびに香ばしい匂いが鼻をつけして私もう我慢できなくって。これでみんなにお着替えしてもらえる。今日から鼻に土を詰めなくても生活できるよ。すごい生活しちゃったよな、お前。本当にあると光る。私もお着替えしてみるから楽しみにしててね。相当臭かったよな、多分。目玉焼き、ありがとう。お腹すいてました、ちょっと。お、壁を。ハムハム。うまい。ハムハム。うまい、うまい。ハムハム。うまい、うまい。よし。いやー、オッケー。できました。今回はちょっとね、迷ったんですけどね、だいぶ。まあまあ、良かったかなっていう感じですね。お、お、コート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 。確かに変わった。すげえ。変わる、あいつ。あいつ変わるんかな。見とこ、見とこ。お、変わった、すげえ。いや、別に変わってない、あいつ、あんまり別に。うん、まあ、ええわ。はい、というわけで、とりあえず今回はね、これで終わりまして、ちょっと今回は道に迷ってしまったんで、あんま進まなかったんですけど、次回から、普通に、もう、スパスパと進めていこうと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。